お母さんのヒきガエル小川未明カエルというものはみんなおとなしいものですけれど、この大きなヒきガエルはたくさんの小さなヒきガエルのお母さんであっただけに一番おとなしいのでありました。町の裏は坂になって細い道が続いていました。道の両側はやになっていましたので、そこにカエルは住んでいたのであります。 去年のちょうど今頃にもこのお母さんのカエルは坂の通りへ出て小さな子供たちのぴょんぴょん面白そうに飛ぶのを眺めていました。往来を歩く人はみんなこのカエルを見て行きました。かわいらしいカエルだこと踏まないようにして行きましょうね。と女の子たちは言って避けて歩いて行きました。お母さんのカエルは 本当に人間というものは親切なものだと思いました。やがて今年もその自分になったのです。さみだれ自分の坂道はじめじめとして、やぶの草木は青々と茂りました。お母さんのカエルも去年のように道の上へ出ていました。ある日のこと、この大きなカエルは人間の住んでいるうちはどのようなありさまだろうと思いました。 一つ今日は見物に行ってみましょうと言ってのこのこと坂を降りて町へやってきたのでした。カエルの足はのろかったから町へ来た自分はもうかれこれ番型になっていました。まあ一軒一軒歩いてみることにしましょうと大きなカエルは思いました。人間というものはみんな優しいものだと思っていたカエルは何も他のことを考えませんでした。 すぐ、その一軒の入り口から入りました。そのうちは、米屋でありました。米屋のおじいさんは、何か黒い大きなものが入ってきたと思って、よく見ますと、それは、引きガエルでありましたから。まあまあ、こんなところへ入ってきては困るじゃないか。さあ、出ておいで。と言って、おじいさんは笑いながら、カエルを棒の先で、往来へ出してしまいました。 お母さんのヒキガエルは格別それを悲しいとも思いませんでした。今度は隣の家へ入って行きました。隣の家は住み屋でした。おかみさんが冬の用意に多丼を作っていましたが、ヒキガエルが入ってくると、こんなところへ入ってくると真っ黒になってしまうよ。さあ、あっちへおゆきと言って、そこにあったほうきでカエルを往来の方へ吐き出す真似をしました。 お母さんのヒきガエルは、これを悲しいとも思いませんでした。おとなしく、そのうちを出ると、また、その次の、隣の家の方へ歩いて行きました。番型の空は晴れていました。カエルは、入り口から入ると、きれいな水があって、ウオがたくさん泳いでいましたから、大喜びで、いきなり中へ飛び込みました。あと言って、そこにいた子供たちは、みんな驚きました。 そのうちは金魚屋だったのです。金魚屋のおじいさんはすぐに引きガエルを網ですくって外の往来の方へポンと放り出しました。子供たちはまたどっと笑いました。お母さんのカエルは自分の子供たちのことを思い出して暗い坂の方へ帰って行きました。1926年6月。